最近もうすっかり T シャツの季節が近づいてますけれども、私も全ての服の中で、T シャツが一番好きっていうぐらい T シャツが好きなんですけど、私の愛してやまないプチバトンの白い T シャツで今日はコーディネートを7個ご紹介したいと思います。私はですね、ずっとアイコニックっていう割とピタッとしたチビ T みたいな形を愛用してるんですけど、今回ストレートとボクシーっていうのも出て3型全てとっても素敵なのでご紹介していきます。こんな感じです。白い T シャツに白いパンツ合わせて、ちょっとベルトとか靴でアクセントにブラック入れています。パリジェンヌもみんな着てるこの T シャツはもう私も週に3回ぐらい着てるんですけど、たくさん洗っても生地がすごくへたりにくいのでサスティナブルだなと思います。形はさっきと同じなんですけれども、実はこれは生地がこっちはリネンになってます。リネンだとね、なんかやっぱりサラッとして汗かいても気持ちいいですよね。でもまあちょっとこっちは高いので、まあお財布と相談しながらっていう感じがいいかと思います。次は雰囲気を変えてこんな感じにしてみました。スニーカーで合わせて、あとワンピースでちょっと重ね着をして雰囲気を変えてます。で、なんか最近ね、色をすごい入れたくなるので、ちょっとスカーフをして色を入れてます。こんな感じです。ダッとした形なので、結構重ね着してももたつきにくくって、ワンピースをカジュアルダウンしたい時とか、なんかインナーにしたい時とかにもすごく使えて、ニットのインナーとかにも最高の形になってます。次はこんな感じです。またコットンの方を着てみたんですけれども、この T シャツのコットンと次に着る T シャツはオーガニックコットンなんですよ。自然環境だったりとか、あとは栽培に携わる方の環境にも配慮したとっても素敵なオーガニックコットンで、でも値段がちょうどいい、本当にね手に取りやすい値段で、私はそこも大好きです。で、ちょっとまた雰囲気を変えてこんな感じにしてみました。本当にパリの人ってカジュアルがすっごい可愛いんですよ。すごいカジュアル上手で、このアイコニックの T シャツだとこういうメンズライクなパンツとか、全体的にちょっとカジュアルが強いものでも結構綺麗な感じにまとめてくれるので、とっても私は合わせやすくて気に入っております。はい、次は、オーガニックコットンの形が変わりまして、ストレートという形です。すごく微妙な差だなって思うと思うんですけれども、こちらはサイズ感的には普通の T シャツっていう感じです。もうT シャツといえばこういうサイズ感だよねっていう普通の T シャツっていう感じで、あんまりこう先ほどのに比べると体のラインを拾わない感じになっております。でもですね、この辺のカッティングとか、あとこっちのカッティングとかが割とこう体をキュッと綺麗に見せてくれる形なので、体をこうシェイプしてくれるような形かなと思います。使い分けとしては、こっちの T シャツはもうちょっとリラックス感を1つ目のものより出したい時とか、あとはまあタイトなボトムスと合わせる時とかに、こう全体にタイトになりすぎなくて良いかなと思います。こんな感じです。イメージはなんか軽いデートみたいな感じで、前美術館に行った後に公園でちょっとカフェしたりとか、そういうイメージのコーディネートです。バレリーナを合わせたり、カゴバッグを合わせてちょっとリラックス感のあるコーディネートにしてみました。カバンはこんな感じで、もう私は夏になるとエコバッグかカゴバッグで過ごすことが多いんですけど、こんな感じでスカーフで蓋をしたカゴバッグを持ってます。クリスタルとかもつけてデートっぽくしてみました。またストレートを着てます。ミニスカートと合わせたんですけれども、やっぱこうミニスカートとピチピチの T シャツだと結構全体的にピッチパツになっちゃうと思うので、これくらいゆとりがあるといい感じかなと思います。バケットハット、ちょっとこれつばが大きくって普通のバケットハットより紫外線にもすごくいいなと思ったバケットハットと、あとはミニスカートと、あとこうちょっとハイテクっぽいスニーカーを合わせて下の方にもボリュームを出した感じのコーディネートにしてみました。次は最後の形のボクシーを着てみました。これももうめちゃくちゃ可愛いです。すごいやっぱこのちょっとオーバーサイズだと華奢見せ効果はナンバーワンかなっていうふうに思います。で、こうちょっとショートパンツとヒールを合わせて全体的なバランスをとってみました。なんかちょっとジャケットとか合わせても可愛いかなと思って、こんな風に合わせるのもとっても好きなスタイリングです。アクセサリーとか注射はちょっとイヤーカフとかをつけたり、ベッコを入れてちょっとアクセントにしたりしています。サンダルはこんな感じでちょっと太めのヒールで比較的パリでも歩けるものを選んでます。最後もボクシーの形を着ています。最後のコーディネートは、結構 T シャツでドレスアップした感じにしたくって、こういうパールとかを合わせてます。お出かけだからといってこうバッチリ決めるワンピースでとかじゃなくって、大人っぽくて素敵かなと思うのでやってみました。こんな感じでなんかちょっとパーティーとかディナーとか行ったらすごく慣れた大人っぽくなるんじゃないかなと思ってコーディネートしてみました。やっぱオーバーサイズの形だと結構このモードな雰囲気にもすごく合うので、そういう使い方も素敵かなと思います。パンツもちょっとモードな感じのパンツ合わせて、結構こうアクセサリーとかでもシルバーをたくさん重ねて、ちょっと夜の感じとか、あとお出かけの感じを出してます。あとはね、お気に入りのバッグも合わせて、結構ちゃんとしたこのヒールを合わせております。こんな感じの私には珍しくハイヒールを履いてみました。もうね、この靴を履いた日はパリは街は歩きません。もうタクシーで移動できる日だけの靴になっております。で、私の夏のもう大定番の制服プチバトーの T シャツを3型ご紹介しました。ぜひ皆様もこれから T シャツの季節だと思いますので、一緒にプチバトーの T シャツで夏を楽しんでいただけたら嬉しいです。見ていただいてありがとうございました。I'm well away from being a perfect guy. I can have a bad temper, make a big fuss and cry. And I know that lately it's been hot. We had a bumpy ride. But if you give me one more chance, I make it up for life. So if you want to come back home, I will be cooking Sunday breakfast all week long. We're gonna go and skate on frozen lakes, spend the morning baking cakes with the glowing. Given us wings, and we're supposed to